おはよう、ジャン君。おはよう。なでなでポイントに出てきましたね、ジャン君。さあ、今日は雨がいっぱい降っているそうですけど、今ちょっと止んだね。よしよし。さあ、今日は僕は仕事の、あら、かわいい。仕事を仕上げに入ります。30日に持ってかなきゃいけないので、はい、はい、私もちょっとシャドー、自分のお誕生日に打ち合わせですね。30日打ち合わせっていうかね、使用方法のレクチャーですね。最近ホームページというのは、自分で書き換えをするとかそういうことが主流になってきましたので、そのやり方を教えに行きます。誰もいない。はい、パンちゃん、パン、ポンちゃん、ちゃんくん、はい、ちゃんくん、ジャン君、ポンちゃん、なんかちょっと遊びが始まりそうな感じがするね。ジャン君、はい、ご挨拶できてるね、ジャン君。ポンちゃん、ジャン君、はい、ジャン君、
遊びません？これはどう？ウィ。遊ぶ気ない。ポンちゃん、ポンちゃんどうぞ。ポンちゃんももうそんなお年頃じゃない。ポンちゃん、はい、いい返事。ポンちゃん、こんなのもあるよ。いつものちっちゃいやつ。はい。あ、裏に入っちゃった。はい、ポンちゃん遊びなよ。はい、ポンちゃん登場。じゃあ、たい焼きだ。あら、おくつろぎ。じゃんくん。じゃんくんもこっちおいで。もうちょっと眠い顔になってるね。座ったまま寝るんですか、あなた。ジャン君。あ、そうか。今ちょうど12時、を過ぎたところかな。12時43分だね。普段であれば、生配信をしている時間帯なんですが、生配信の時間、この2人ずっと寝てるんですよね。なぜか12時を過ぎると眠くなるみたいで、そして2時ぐらいに生配信が終わるんですけれど、それが終わるとのそのそ出てくると。どうも配信中ずっと喋ったりしているのが、まあ子守歌代わりになるのか、それとも、相手にしてもらえないからなのか、寝ています。なのでね、生配信を見ている人たちには寝顔ばっかりになっちゃうんだけどね。今日は土曜日ですのでお休みになります。黒犬おじさんは今日の夜はフォークソング同好会というのに出かけていくんですけれどね。そのような形なので2人とも眠いのね。はい、ジャン君とポンちゃん入れ替わりました。ポンちゃん譲ってあげたの？それとも追い出された？ちょっと見てなかったんだけど。ジャン君、そこで寝ますか。ポンちゃんこっちブルーのあるよ。どうぞ。ポンちゃん、そのまま寝そうだね。おやすみ。はい、どうぞ。はい。ポンちゃんもブラシしようか。よいしょ。ポンちゃんおいで。
やっぱじゃあね。やろ。はい。ポンちゃん。ポンちゃん。やんないのかい。ポンちゃん、ジャン君、おいで、おいで。ポンちゃん、ジャン君、落ち着いた。ポンちゃん、ブラシしなくていいんですか？用意するからね。ジャン君にはチュールあげてるところがいい？うん、どうぞそのままやって。そのこのお皿であげていいの？うん、食べてるとこかわいいよ。チュールチュールってね、ジャン君かわいいんですよ。おとなしく待っているジャン君です。チュールチュール、チュールチュール、はい、チュールチュールです。はい、おいしいね。マグロ&ホタテ貝柱チュール、
くのはさ、ごちそうさま。カリカリがする？食べる？ごく？はい、どうぞ。ぷーちゃんも？ぷーちゃんもすいません、どうぞ。じゃあ、ぷーちゃんが少し残したやつ食べる？こういとくね。おって？ぽんちゃんの鍋残しを食べてくれる偉いちゃんくん。偉いね、ちゃんくん。ないない。